一般社団法人教科書著作権協会は、日本の文部科学省検定済み教科書に関わる、著作権の管理及び許諾を行う、一般社団法人である。著作権等管理事業法に基づく、著作権管理団体の指定を受けている。略称は JACTEX。1965年に、教科書発行会社の業界団体である。 教科書協会の会員24社によって設立された。教科書協会とともに、東京都江東区の教科書研究センター4階に事務局を置く。事業内容は、会員者が発行する文部科学省、検定済み教科書を二次使用した教材に対する著作物の使用許諾が中心であり、1971年以降、会員出版社の教科書に対応した。 参考書等の出版社によって構成される業界団体の学習教材協会と協定を結んで使用許諾を行っている。ただし、ジャクテックスの会員が発行する教科書に掲載されている著作物であっても、国語の教科書に掲載される小説や詩は、日本文芸家協会の下部組織である日本文芸著作権センター、音楽の教科書に掲載される楽曲は、 日本音楽著作権協会など、別の団体が管理している場合がある。2016年4月現在、文部科学省検定済み教科書を発行しており、教科書協会の会員となっている出版社であっても、ジャクテックスの会員となっていない場合がある。小イコール小学校、中イコール中学校、高イコール高等学校。出版社名の前の数字は発行者番号。 ありがとうございます。